ザ・ラブリーショー。またまたあらんたてのフレッシュな家電中が集まってくれた。今夜もみんなのところにすっきりお洗濯しちゃおうと思う。あ、そうそう、今夜は素敵なゲストも呼んだ。早速行ってみよう。我らがあらんたてのふっくらセーター王子のボイコだ。青年の方はカウントダウンが終了するまでに退場してください。さあて、お待ちかねの大人の時間では行こう。ミュージックスタート。さすが4週勝ち抜きの友人、この調子で早いとこ目の保養させてくれないかい。このコーナー、世界のとっきりゴージャスなリゾートを旅した気分になってくれ。今日の旅人は富士のウィーク。何でもね、切り重ねてちょっぴり大胆になっているようだぞ。そして旅するリゾートはヌヌレラ諸島連合。赤道直下のこの小さな島国は隠れた高級リゾート地として近年評価が高まっています。ヌヌネラの魅力は何といっても美しく整備されたビーチ、そしてふんだんな海の幸でしょう。でたくましいシーフードとの戦いはきっと良い思い出となることでしょう。保険に入っておくことをお勧めします。